ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。追憶の幻冬城に備えよう、最後になる第10回目は、杖編です。前夜祭でついに、ストーリーのラスボス、イゴマールが、ガチャできましたね。かなりとんでもない性能なようですが、高難度バトルで、席はあるのでしょうか。早速見ていきましょう。パーティーの盾になれるタンクから紹介します。ミューズです。おい、ちょ、待てよ。ジョルジュ、お前こんな風に吹かれたら飛んでいきそうな、か弱い女の子に盾とか鬼か悪魔かと言われそうですが、ミューズはアビリティ剣サイコ類で攻撃を受けた時ダメージを 100% カットします。発生確率 37% なので結構敵の攻撃ダメージをゼロにしてくれます。水術アクアタイトで敵単体を攻撃し、かつ自身の HP を回復します。効果は中なのでおよそ HP900 くらいは回復するかと思います。消費 BP が5と比較的軽めなため、運用としては陣形で攻撃を受けやすい場所に配置してアクアタイトを使い続けることになるでしょう。瀕死状態になってしまったら継承した活力の水プラスを使って緊急回復もできるので非常に倒れにくいスタイルになっています。アビリティ、援護耐性で、ターン開始時、ランダムな味方生存者1人に、攻撃強化と、さらにランダムな味方生存者1人に、防御強化を付与します。どちらも効果は2ターンです。コットンが持っていたアビリティと同じですね。ランダムでこそありますが、この防御強化が、ミューズに、付与されると、さらに倒れにくくなります。このアビリティのおかげで、パーティーにいるだけで、味方の援護になりますので、ガチャでミューズを引けた人は、育成することを、お勧めします。せめて、アクアタイトの技ランクと、HP だけは上げておきたいですね。精神補正が 85% と、高いのも優秀です。続いては、ヒーラーと、バフデバフ、キャラを一挙に紹介します。杖は、回復とバフ、または、デバフができるキャラが多いためです。知力補正が高く、一人で、二役こなせられるから、杖キャラばかりを高難度バトルで使われることになってるんですね。属性別に紹介します。熱、霊属性からエスパーギャル、ジョー、海の主の娘、メイッサ、ウンディーネ、メサルキングです。一言言わせてください。とにかく対象キャラが多い、杖は多すぎる。これでも少し紹介するのを減らしたんですが、それでも2属性だけで6人もいる。文句言ってもしょうがないので、早速一人ずつ見ていきましょう。UDX、エスパーギャルは、癒しの杖、粘土売り機、で味方の HP 回復、ディメンションオーラが、味方全体にガードアップ中、霊属性防御、陰属性防御と、持ってるスキルすべてが回復と、バフ技で構成されている、高難度バトル、専用のようなスタイルになっています。高難度バトルで、敵が、霊属性、または、陰属性攻撃を多用するなら、エスパーギャルは、採用間違いなし、と言っていいでしょう。ディメンションオーラが、ファストのため、防御技として、非常に使いやすくなっています。また、アビリティ、電気活性の BP5 回復のおかげで、消費 BP10 が、そこまで、重く感じることもないでしょう。杖パーティーの防御の要として活躍してくれるはずです。続いては、ロビンギャルこと、ジョーです。正体を知らなかった人は、ネタバレ、すいません。ロビンギャルは、BP0 で、頭突きが使えます。攻撃命中時に確率で対象に知力でバフが付与できます。効果は小です。ジョーはスタイル数が多いですが、ウォーターハンマーと生命の水のどちらも A スタイルが持っているため、高難度バトル用にデバフと回復を両方させたい場合はこのスタイルに生命の水を継承しての運用になります。他の SS 全てのスタイルは回復だけまたはデバフだけになってしまうのが注意です。頭突きにはどうやら特別な命中補正がかかっているようで、器用さがかなり低いのに全く外すことがないかなり優遇された技になっています。毎ターン知力デバフをしたい場合は、杖はこの際忘れてもらってジョーに頭突きをしてもらいましょう。杖キャラで毎ターン知力デバフができるのはジョーだけです。海の主の娘は最新のハロウィンスタイルがトリックカーニバルで、敵全体の全ステータスにデバフを付与し、かつ防御弱化状態にします。どちらも効果は小になっています。
数あるデバフの中でも最もぶっ壊れているデバフ技と言えるでしょう。この技さえやっていれば高難度バトルだろうが勝てるような気がしなくもありません。アビリティ、能力減衰でバトル開始時敵全体の器用さと精神でバフを付与してくれるのも非常にありがたいですね。おかげで他のキャラのデバフ成功率が上がります。 S スタイルから活力の水を継承して回復、正月スタイルから水彩を継承して味方全体にバフと継承技も非常に優秀なため、このスタイルを持ってる人は末パーティーに必ず入れることになるのではないでしょうか。私はなんとか天井でゲットできたので末パーティーに入れる予定です。続いてはメリッサです。マリンボールで敵全体にモラルダウン症を付与できます。効果は3ターンです。かつ活力の水プラスを持っているので回復もできます。基本的にメリッサの運用はこのマリンボール連打と回復になります。竜の恵みで味方全体にファストでガードアップ症と BB1 回復ができますが、私は使ったことがほとんどないのであまり使うことはないと思います。アビリティで特に注目なのが序秒の祈りです。ターン終了時に 37% の発生確率で味方生存者全体の全ての状態異常と能力ダウン状態を解除してくれます。ここ最近のローマンシング戦ではターン開始時味方全体に強制デバフを付与してくるバトルがあったのですが、その時にこのアビリティが非常に有効でした。前はデバフの種類に合わせてメンバーを変えればよかったのですが、武器種が限定されるバトルでもし確定デバフをしてくる敵が出てきたらこのアビリティが重宝することになるでしょう。他にもアビリティ錬気再生と賢人の教えでバトルでの生存率が高いのも非常に優秀ですね。続く2人はちょっと古いスタイルになります。ウンディーネはウォーターハンマーで知力デバフ、活力の水で回復。メサルティムは皆さんご存知生命の雨で全体回復です。先に紹介した4人がいない場合は高難度バトルで使っていくことになるかと思います。最初に火と水の術師を紹介しましたが、ここが末パーティーのバトルでかなり重要な部分を占めることになると思います。ロマサガの高難度バトルでは特に水術師が重要ですので育成をしておいて損はないでしょう。続いては土と風の術師です。バッハシン、ビューネー、ダーハオ、バンアーブルです。バッハシンは唯一土術師からのエントリーです。秘術も使えるので本当に土かと言われると微妙なところではありますが、それはさておき、まずは土術の塔で敵全体へ知力でバフができます。 BP10 も消費するためか効果は大となっています。ファスト技のため敵より必ず先に動いて効果台のデバフを付与できるのは非常に優秀です。塔を使った後は配布の S スタイルからフレームハンマーを継承して、通常フレームハンマーのループで知力でバフをしていく流れになるでしょう。知力補正 114%、 素早さ補正 94% もあるためデバフ成功率、術命中率ともに非常に高く、さらにアビリティ魔術神の恩寵がターン開始時発生 25% の確率で味方生存者全体に知力バフと HP 回復極小ができるのも末パーティーには有効でしょう。強いキャラで知力でバフをするならロビン・ギャルかこのバッハ神の2人が頭一つ抜けていますね。続いてビューネーは最新のスタイルがブリーズサインで素早さ、器用さ2つのデバフができます。過去スタイルがなくてもこのスタイルだけで運用しても十分すぎるほど強いですね。知力補正 111%、 素早さ補正 98% とこちらもバッハ神並みに高い補正になっているためデバフを外すことはほぼないかと思います。ビューネーのアビリティは自己強化に特化していて、活性の錬気が攻撃命中時自身の知力を上昇させ、かつ BP1 回復します。またアビリティ直感でターン開始時発生 25% の確率で自身を回避状態にし、かつ自身の知力を上昇します。このようにビューネーは運が良ければ1ターンに2回自身に知力バフを付与できるため、これまでのビューネーとは違ってデバフは元より敵単体への火力も出せるスタイルになっています。
敵が複数の場合はサモントリニティで敵全体素早さでバフと自身にモラルアップ極大を付与できるのも非常に優秀ですね。続いてのダーハオもビューネイと同じブリーズサインを持っていて素早さ器用さデバフができます。アビリティ能力減衰でもラウンド開始時確定で素早さ器用さデバフ、さらにアビリティ託す希望で倒れた時味方生存者全体の HP 回復魔女ダーハオスタイルがあれば癒しの息吹を継承して味方の HP 回復まで可能です。このようにダーハオは完全体ならスキルとアビリティでデバフ2つ回復2つ持っている高難度特化のスタイルになっています。同じ素早さ器用さデバフができるビューネーと比べるとビューネーは攻撃型、ダーハオは回復型のデバッファーと言えるでしょう。できることならこの2人を同時に使っていきたいですね。バンアーブルはビューネー、ダーハオがいない場合は使う可能性が出てくるので一応紹介します。アイビタイトで敵単体に素早さデバフを付与します。 BP8 と少し重いですが効果は大になっています。かつ生命の水を持っているためデバフと回復の両方ができるため素早さデバフの人数が欲しい場合は使っていくといいでしょう。このように風、土術師はバッハ神、ビューネー、ダーハオの3人が杖キャラの中でも特に強いスタイルなので杖パーティーでは間違いなく入ってくるのではないでしょうか。最後は妖、忍術師のヒーラー、バフ、デバフキャラの紹介です。またまた杖は本当多すぎる。白バラ姫、ブルー、イーブリン、ロックブーケ、時の君、イゴマールです。白バラ姫は再生功で味方単体の HP を回復しかつ状態異常を解除することができます。バレンタインスタイルからチョコレートボールを継承すれば敵全体に素早さでバフもできちょうど1年前のスタイルではありますが未だに高難度では現役のスタイルです。癒しの祝福が発生確率 25% で味方全体の HP をごく少とはいえ回復してくれるのも長期戦ではありがたいですね。続いて正月ブルーはヒールライトを持っているので味方の HP 回復ができます。さらに配布の S スタイルからヒートウェーブプラスを継承することで敵全体素早さでバフが可能になります。役割としては白バラ姫と同じになるため主に白バラ姫がない人が使うことになるかと思います。回復量は白バラ姫に負けますがデバフ成功率とダメージでは正月ブルーの方が高くなります。それでもヒートウェーブプラスが消費 BP5 のためデバフ技の連続使用では白バラ姫に軍配が上がってしまいますね。ここからは闇術師になります。2周年イーブリンはオイタナジーで敵単体に知力デバフができます。効果は10です。かつアビリティ魔力吸収で攻撃命中時発生確率 25% で対象の知力を低下させかつ自身の知力を上昇させます。どちらも効果は10です。このように知力デバフに特化したスタイルになっています。さらに 2.5 周年スタイルからシュリークを継承すれば毎ターン敵全体に精神デバフも可能になるため知力精神の両方のデバフができるキャラは数が少ないので高難度バトルでは何かといいブリンのお世話になるでしょう。次はロマサガ2から人気キャラのロックブーケが登場です。一番新しいサガステージスタイルが補助技の100で味方全体にモラルアップ賞を付与します。効果は2ターンです。消費 BP が1のためいつでも使えるのがいいですね。さらにトライフラワーが敵全体に攻撃しかつ味方生存者全体の精神を上昇させます。こちらも効果は小です。高難度バトルでの運用は百花とドライフラワーのループになるでしょう。モラルアップと精神バフで味方支援に特化したスタイルになっています。敵が術や状態異常を多用してくる場合にサガステージブーケは活躍してくれるでしょう。続いては時の君です。補助技のディレイオーダーで敵単体に素早さでバフを付与します。効果は10です。補助技のためダメージは与えられませんが確定でデバフが付与できるため非常に強力ですね。ただ技ランク上げが手動になってしまうのが少し大変です。さらにアビリティクロックアップでラウンド開始時味方全体に行動順補正上昇中を付与します。効果は1ターンです。最も不安定な1ターン目で先手が取りやすくなるので高難度バトルと非常に相性がいいです。素早さでバフが必要な時この時の君は大活躍してくれるでしょう。
最後に紹介するのはリゴマールです。タイミング的に鳥を任せるのにふさわしいキャラになりました。闇術シャドウヘイズで攻撃命中時に確率で敵全体に腕力デバフを付与することができます。効果賞です。消費 BP3 のため毎ターン使えるのが非常に優秀ですね。毎ターン敵全体腕力デバフは他にできるキャラがいないためこれだけでも貴重な存在です。さらに闇術マリシャストリックで敵単体に攻撃命中時対象を攻撃弱化状態にすることができます。効果は2ターンです。当たりさえすれば攻撃弱化状態にできるのが強いですね。威力も S 等高いため非常に優遇されているキャラと言えるでしょう。イゴマールは他にも生命螺旋で LP さえ残っているのならターン終了時に倒れていても立ち上がります。かつスタイル補正値は知力補正 116% 素早さ補正 92% 精神補正 104% とラスボスにふさわしい補正値をもらっています。高難度バトルでの運用としてはひたすらマリシャストリックを使っているだけでダメージとデバフの両方で仕事をしてくれるでしょう。ジュエルに余裕がある人は確保した方がいいスタイルですね。最後は駆け足になりましたが、杖パーティーでの高難度バトルで活躍しそうなキャラは以上になります。杖は他の武器と違って属性が豊富なためこれだけ強いキャラが多いと敵の弱点に合わせてパーティーを編成するのが最適だと思います。中でも最新のスタイルだけあってビューネー、リゴマール、ハロウィン、ウミ娘の3人だけは属性関係なしで常に杖パーティーに入れておきたいと思える性能でした。デバフだけだと火力不足になると思って火力枠も紹介しようと思ったのですが、ビューネー、リゴマールの最新スタイルがあればそれもいらなそうです。10回にわたってやってきました追憶の幻灯場に備えようもこれで終わりになります。3周年からロマサガ RS にどんな新キャラや新たなコンテンツが来るのでしょうか。とても楽しみです。我らが期待の最終皇帝男がそろそろ来てくれるでしょうか。私の次の動画が上がるのは3周年イベントが始まってからになるかと思います。もし追憶の幻灯場に備えよう10回すべて見てくれた人がいましたら大変ありがとうございました。3周年イベントが始まってからもまたロマサガの動画を上げていきますのでよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。3周年イベントが始まった後にまた会いましょう。それではご視聴ありがとうございました。